援よろしくお願いします。見に来てください。サンキューよろしく。ちょっと違うね、アコにお任せみたいでした。いや、 やっぱりかからないようにしなきゃいけないっていうのは もちろんで、であとそうですね、まああと作品、いい作品を作るのみでしたけどね、割と、はい、そのお金はね、むしろ国からいただいたので、だからこそ表現というかアーティスト活動はやんなきゃダメだなと思いました。ほらアーティストとしてもらってるから、うん、だからちょっとね、本当はバイトもやりたいし、これからはやんなきゃいけないのかな、まだ分かんないですけど、でもまずは表現をそのお金でやんなきゃいけないなとは強く思って、まあやっぱりこのむしろやる場所がないってことですかね、やっても考えても見せる場所がないという、まあ僕はちょっとラッキーでここでやらせてもらいましたけど、本当まさにそんなね、でネタがウケないとか、そう幸せなことなんだなっていう、今日も昨日もこのネタ受けないとか、そう悩んでんのが悔やんでんのがいかに幸せかって分かりますかね。ねやっぱりね、そのあ中止ですっていう連絡、まあ慣れましたけどね、だんだんこうあでダメになっちゃっていて、で一つちょっと怖かったのが、なんかね始まろう、はい、なんかもう徐々に再開しますよってことで、今度は逆に緊張しちゃって、ほら休んでるわけじゃないんだけど、その状況にちょっと慣れちゃったっていうね、心がね、だから麻痺されちゃったのがすごく良くないなと思って、ほらいろんなねマスコミからこう、あ何人ですよ、もっと抑えてくださいっていうのも若干あったんだろうけど、あそれダメだなと思って、ちょっと自分がマイナスになっちゃった、それがちょっと自分でも自己嫌悪というか、良くないな、うん、もっとどんどん逆に出てかなきゃなと思いましたね。もしかしてこっちがね、皆さんがちょっとほらみんな怖い怖いっていう状況なので、僕らはねやっぱすごく強くないとダメな気がしました。強く自分を持って、大丈夫ですからどうぞという、だからこっちもね怖がっていっちゃダメなんだなと思って、ちょっとねそれにおいて結構反省することがあります。コロナの後でもまあ、フェスティバルとか大道芸もちょっとやらせてもらったので、そこでちょっと怖がってた自分もいるので、それは本当に今反省してます、うん、すごく、うん、強くないとダメだと思いました。お客さんが動画やればとか YouTube やればって、僕はあんまり全然詳しくなかったんですけど、でやってみたら意外と面白くて、最初編集がでもやりすぎちゃうちょっと凝り性な面があるんで、まああんまりまあそれでも1週間に1遍ぐらいにしようと思ってやってましたけど、結構それでハマったりして、時間取られて、うん、忙しかったですけどね、普通に、むしろ去年よりも忙しかったような、もうそれあるし、あとネタ考えなきゃいけないし、いろいろその大道芸のネタもあるし、この作品もあるし、割と忙しかったです。ね、偶然にも1月2月に書いたものが、そうやって世界になんかすごく混乱させる物質ものが現れて、世界が一つになるというお話を書いたんですけど、ちょっと偶然にも同じような状況になって、でも結局一つにはまとまらないんですけど、世界はね多分、はい、なのでちょっとこうねリンクさせてみました。いやー続けたいです本当に。だから今度共存しなきゃいけないのは、果たしてまた来年も再来年ももしかしてイベントとかもまだ分かんないあるかも、フェスティバルも始まってもちょっとかもしれない、さあお金をまあどうやって稼ぐか、まあお金をまあもしかしてね副業やりながら、例えばアルバイトでもやりながらでもなんとかやる体制をちょっと慣れていかなきゃいけない時期になってきてるんじゃないかなと思いますね。でやっていかないとちょっとね、せっかくやってきたし、もう30年弱28年やってきたし、いやせっかくちょっとね僕だけじゃなくて、ほらねパイオニアで畑を耕してねいた皆さん、みんないらっしゃるから、その一員として
なんとかせっかく作ってきた道だからやっていきたいなと思います。あのもちろん生きていくためのお金もどっかで稼ぎながら、これから 2,3 年それが使命じゃないかなと思いますね。確かに30年前はね、コロナでも何でもないのに仕事もないしお金もないけどやれてたから、その強いモチベーションあったんでしょうね。だ本当に負けちゃダメだ、本当強くないとダメだなってのは本当思いましたね。ちょっと一つ大きな問題が、まだお客さんと一緒にできないと、お手伝いしてもらってだ かなりこう狭まった範囲で考えなきゃいけないんですけども、やっぱりお客さんと一緒にやるのがちょっと大道芸の醍醐味であったりね、お客さんに演者をやってもらったりとか、かなり大きな痛手ですけども、まあ何かしら違う手を考えて作っていきたいですね。まあ、大道芸は本当に換気のあるところで大丈夫ですし、あと劇場もですね、あの皆さんそんな喋んないですから、おそらく大丈夫だと思うので、あのぜひあのこうなんだろう、ちょっと勇気を持って行ってみていただければ、あのイメージというか価値観も変わると思いますので、あの積極的にあの参加してくださいということですかね。はい、皆さん本当にあのこのコロナの期間でも動画を見ていただいたり、あと大道芸をやれば足を運んでいただいたりして、あのありがとうございます。皆さんのそのお気持ちでなんとか続けてこられましたし、あとこれからも頑張っていけそうです。そんな皆さんの思いにサンキューです。人型のヒューマノイドロボットを手掛けるロボ山研究所。ロボットはね、人間の分身だからね。だからつまずいたっていいじゃないか、ロボットだもの、うん、そのロボ山ロボロー博士が死んだ。博士、博士。残されたのは助手相田光雄。つまずいていいわけないじゃないですか、ロボットだから。このマスターアルゴリズムで AI は人類を超えます。間は人間の脳の構造を上回るチップを開発した AI 界のホープ。お茶をどうぞ。そして博士の作った3体のロボットたち。助手相田光雄と3体のロボットたちは研究所を引き払うため後片付けに追われていた。窓拭きは楽しいな。窓拭きは楽しいな。指定された範囲を完了しました。場所を変えてください。範囲を変えてください。それ自分でできないのかな。範囲を変えてください。 AI 入ってんだろ。範囲を変えてください。博士何作ってんだろう。範囲変えるって、あ、こんなところにコントローラーパネル起動。なんだ、ちゃんと細かく設定されてるじゃん。10センチ。窓拭きは楽しいな。30センチ。窓拭きは楽しいな。50センチ。窓拭きは楽しいな。高速。窓拭きは楽しいな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 。マナーモードこれ口の動きいらないだろう。なんだこれ、見て楽しめるドラマチックモード。別れのプラットフォーム編。楽しいこれ。二次会の帰り道編。持っていこうよ、持っていこう。
何これ、窓拭かないじゃん。大丈夫？背中さすってんだ。流行モード？半沢直樹か。裏返しだ。倍返しにかけてるのか。ってこの機能いる？博士なんでこんな無駄な機能ばっかつけてんだろう。あ、もしかしてこのロボットも掃き掃除は楽しいな。あ、これにもついてる大道芸人モード。あ、大道芸人が傘とか杖でよくやるやつだ。よろしければ、よろしければ。あ、投げ銭までもらってる。ってこれ吐いてないじゃん。なんでこんな意味のない機能つけたんだろう。あ、このロボットにもついてる。お茶をどうぞ。フレンドリーモード。おーい、お茶。眠気を覚ましたいときは。おーい、お茶。なんだこれ、この機能いる？ん？誰だろう。こんにちは、大家の静香です。あ、すみません、今行きます。こんにちは、あなたが江田くん、黒縁メガネ受ける。大家の静香は相田とは初対面だった。相田は静香の若さと小ギャル風な言動に圧倒された。あ、大家さんって言うから。何？もっとおばさんだと思ったの？あ、いえ。そういえば博士から3ヶ月分のお家賃もらってなかったの。75万円払ってくれる？え、75万？今日中にお願い。え、今日中に？あ、例えばこのロボット3体で家賃の借りにはならないですか？え、このロボット？窓拭きは正しいな。はい、これは窓拭き専用です。ダサー。これは掃き掃除専用です。ふける。なにこれ？掃き掃除は正しいな。え、青い方が窓拭きで、赤い方が掃き掃除？青が窓拭きで赤が掃き掃除で、これなんで一つにしないの？ロボットついてこれてないじゃない。あ、それ僕も言ったんですけど、ロボットの仕事は一体で一つというのが博士の信条らしくて。なにそれ、うちにある最新のルンバだって掃き掃除も拭き掃除もワックス掛けも充電だって自分でできるのよ。しかもこんなに小さくて収納も取らないんだから。あ、マッサージのロボットとかないの？私右肩ガチガチ。マッサージのロボットはちょっと。お茶をどうぞ。ありがとう。緑茶？私カフェラテがいい。あ、すいません、これ緑茶専用で。え？緑茶しか入れられないの？博士はコーヒーアレルギーです。そうなんですよ、博士コーヒーアレルギーだったんで。コーヒーアレルギー、聞いたことないわそんなの。もう全然使えないじゃない。あの奥の部屋は？あの立ち入り厳禁ってところ。あ、博士あそこだけは絶対入るなんて。何かお金に出しそうなもの入ってんじゃない？これは博士のロボット。ロボット？本物みたい。博士、博士リアル。ねえ、触って大丈夫なの？あ、ポケットの中にメモリーが。それにしても博士こんなロボットを作ってたんだ。え、知らなかったの？はい、すごいできた。で、これ何のロボット？さあ、あ、このメモリーに何か残されてるのかも。再生してみましょう。
レーツです。お料理受け取りに来ました。はい、何すかこれ、土壌の踊り食い定食、すごいピッチピチだ。すいません、ウーバーイーツです。お料理です。土壌が、土壌が、はいはい、あ、土壌がすいません、どうしよう。はい、どうも、またよろしく。あ、すいません、もう一匹いました。今日のウーバーイーツ、すいません、ウーバーイーツです。お料理受け取りに来ました。はい、お好み焼き、うわぁ、熱々だ。あー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 あ、やっと着いた。遠いよ、もう。あ、エレベーター止まってる。非常階段に行こうか。何階なの？39階。マジっすか？恐怖の2020七夕。どうしようかな、今年は。あ、今年はあれしかないな。ちゃんと給付金がもらえますように。もしも願いが叶ったら。今日のソーシャルディスタンス七夕。承知しました。机の上に飲み残したペットボトルあるから捨てて。承知しました。
ちゃんと汚れを吸い出る。ラベルを剥がして分別できる。すごいですね、博士。これがスマートマンですか。スマートマンじゃないよ。スマーマーだ。今時スマホのことをスマートフォンなんて言わないだろ。ああ、そうか。じゃあ、ちょっと質問難しくしますよ。なんかおしゃれな音楽かけてくれる？承知しました。おしゃれですか。あの CD ラックの中はあと全部演歌なんだよ。ああ、じゃあしょうがないですね。博士の開発したスマートフォンの人間版スマートマンは予想を上回る出来だった。外出中の留守番は完全に任せられる。掃除、洗濯、料理の作り置き、ペットの世話、そして宅配便の受け取りまで。これぞ AI 界が待ち望んだマスターアルゴリズムのチップを搭載した最新のロボットだ。キムタク扮する一流ホテルのコンシェルジュ、言った。100人逆らう、それは間違いです。100ではなく、お客様です。日本人初のミシュランシェフ、小林。断捨離のカリスマ、こんまり。ときめく、ときめかない、ときめく、ときめかない、ときめけないものは家事をするにはもったいないほどのアルゴリズムを搭載していた。ここまでは他社が開発している家事ロボットよりも若干優れたものに過ぎないが、博士の最大の発明は何といってもこれだ。さあ、一緒に出かけよう。承知しました。スマートマンは飛び上がり、時計回りに一回転すると姿を消した。消えた。消えとらん。ほら、そこだ。おお。博士の指さした床には10センチほどのスマホサイズになったスマートマンが立っていた。スマートマンは博士の靴を駆け上がると、ロッククライミングのように博士のズボンを登り始めた。ジャケットのポケットまでたどり着いたスマートマンはその中にすっぽり身を潜めた。ああ、すまん、その前に電話をかけたい。承知しました。ジャケットのポケットから這い出したスマートマンは再びくるりと回転して等身大の姿に戻ると、内ポケットから何やら大きなものを引っ張り出した。それは大きなビジョンだった。家にかけてくれ。承知しました。スマートマンはそのビジョンに映し出されたパネルをタッチし始めた。そしてそのビジョンの中に姿を消した。電話に返信したということか。まさにスマホならぬスママだ。画面には一人の少女が映し出された。ああ、マリちゃん来てたのか。うん、早く帰ってきて。スマートマンはテレビ電話に返信したのだ。バーバに代わってくれるか。うん、バーバじいじだよ。どうしたの。ああ、わしら、明日の出張の準備はしてくれたか。あ、できてますよ。はいはい。じゃあ今から取りに行く。はいはい、お待ちしてます。じゃあ車の運転を頼む。承知しました。再び等身大の人間に戻ったスマートマン。車の運転、荷物持ち、ボディーガードまで。世紀の大発明だ。これを発表すれば博士の名は世界にとどろく。コンピューター分野のノーベル賞といわれるチューリング賞、そして本来のノーベル賞ダブル受賞も間違いないだろう。じゃあわしは行くからな。わしがシリコンバレーに行ってる間、こいつを頼む。え、スマートマンは連れて行かないんですか。ああ。今回の学会でスマートマンを発表しないんですか。実はまだプログラムに入れてないものがあってな。
よし、じゃあ空港まで送ってくれ。承知しました。プログラムに入れてないもの。俺は二人を見送ると博士のパソコンを開いた。そして驚くべき事実を発見した。ロボット三原則の一つ、人に危害を加えていけないという第一原則がスマートマンにはまだ入っていないのだ。俺は震えた。ならばこの大発明を俺のものにできる。今ならば。博士を送り帰ってきたスマートマンに俺は早速命令した。博士を消してくれ。承知しました。本当だ、第一原則はまだ入っていない。俺の命令をすんなり受け入れたスマートマンはキッチンへ行き包丁を取り出した。そしておもむろに研ぎ出した。あの包丁で博士を殺すのか。やり方としてはスマートではない。この部屋が犯行現場になるのか。ちゃんと証拠を残さず遺体を処理できるのか。まさか殺すだけ殺してそのままなのか。この計画は危ない、取り消そうと思った。その時研究室の電話が鳴った。シリコンバレーからだった。もしもし。え、博士が。どうして。電話は博士の急死を知らせるものだった。驚いてスマートマンを見る。いる。なぜだ。何かここから特殊な信号でも出して博士を殺したのか。スマートマンは変わらず獲物を仕留めるルーティーンを繰り返している。見事なナイフさばきだ。呆然としながらもそのスマートマンに見とれている。学会から思わぬ提案が俺の耳に飛び込んだ。僕が博士になって論文を発表ですか。あ、はい、できます。やらせてください。すぐ向かいます。俺が博士。なんという幸運だ。全く手を汚さずに博士に消えてもらうことができた。しかも博士という称号までついてきたのだ。そうだ、この学会でスマートマンを発表してしまおう。名案だと振り返ると俺の真後ろにスマートマンが立っていた。その右手には研ぎ立ての包丁が握られていた。包丁の刃先は俺の胸元を睨んでいた。ねえ、これ何なの。あれ、これじゃないんだ。博士のメモリーなんかいっぱい入ってて。ねえ、あなたが博士を殺したの。いや違いますよ、それはあの動画じゃないですか。あ、間へ、これか。あれ、あんた AI の田んぼって書いて間っていうの。いや、それは博士が勝手に。名前は三尾です。相田三尾。はい、相田三尾がロボット。ウケる。人間だものがロボットって最高。ある意味今っぽいかも。ああ、じゃあ再生します。マスターアルゴリズムを開発したな。わしは知っておったぞ。
それを入れればロボットが人類を超えられるとお前は思っているだろう。さあどうでしょう。この映像を見てほしい。これはこの間わしがした大学での最後の講義だ。これはこれからの AI 界を担う若者たちに AI とは何たるかを問いてきた。お前にもぜひ見てほしい。 VTR アイン。
人類に勝てるかどうなのか。最後に AI を志す諸君、私の言葉を添えてお別れにします。はい、ロボットはね、所詮人間の分身なんだよ。だからつまずいたっていいじゃないか。ロボットだもの、ロボロー。いいわけないじゃないですか、ロボットだから。で、結局これ何のロボットなの？究極のマッサージロボット、ロボヤマロボロ。え、マッサージのロボット？しかもロボロ、博士と同じ名前。ウケる。あ、動いた。怪しい。ちょっとキモいんだけど。肩こりには肩たたき専用モード、たたきネーター。あ、ターミネーター。やだ、クール、ちょっと来ないでよ、ロボロ。たたきネーター、あ、ターミネーターにかけてるのか。怖い。静香さん、大丈夫ですよ。え、この椅子に座れってこと？ねえ、大丈夫なの？はい、やってみます。1万円です。なにこれ、びっくりした。1万円って、ウケる。あ、ガチガチに凝ってて肩がすっきりした。あれだけで？あ、そうだ、ロボロ、目も疲れてるんだけど、できる？あ、目が良くなってる。すごい、ロボロが触ったところは元気になってくんだ。本当に？ふにゃふにゃなロープがピーンとした。あんなような手品見たことあるけど。あ、しおれた花が元気になった。なんかあんなの東急ハンズで売ってたわ。本当？何言ってるんですか、これぞ究極のマッサージロボットですよ。あ、そうだ、このマスターアルゴリズム。よし、ねえ、それ何？マスターアルゴリズムです。これを入れればいちいちどこをやってくれ指示しなくても、悪いところを一瞬で見抜いてよくする夢のチップです。よし、そんなの入れて大丈夫なの？大丈夫ですよ、僕は10年かかって開発したんだ。お茶をどうぞ。ノーベル賞間違いないな。ねえ、その前にこれカフェラテ専用にしてよ。そんなの後にしてください。今やってくれたら家賃タダにしてあげる。あ、家賃なんだ。はい、甘さ控えめで。はい、はい、食べ物ですね。何か手伝おうか。いや、静香さんはテレビでも見ててください。じゃあそうね、博士のお気に入りの動画でも見てようかな。なにこれ、相田みつを病院物語。ここは心に傷を持った患者が駆け込む相田みつを病院。内科も外科も整形外科も心療内科もない。あるのはただ一つ、つまずいたっていいじゃないか。今日もここには何人もの心の傷を克服するための相田みつをがやってくる。次の相田みつをさん、1万円お入りください。相田みつをさん、1万円どうぞ。
どうぞ。どうしました？ちょっと長い話になりますけど。ああ、どうぞ。こんな時代が来るとは思いませんでした。マスクをするのが当たり前、マスクをしていなければ白い目で見られる、さらにはマスク警察なるおせっかいがマスクをしなさいと、マスクをしていない人を犯罪者扱いしてくれる、なんと素晴らしい世の中でしょう。ご無沙汰しています、口裂け女です。おや、覚えていませんか？初めて私が世に知られたのは1979年、今から40年も前のことだから忘れちゃいました？ほら、学校帰りの子供に私きれいと聞いて、きれいと答えるとこれでもとマスクを取る。思い出していただけました？私ずっとマスクかけてたんです。だからあの騒動が有名になっちゃってからはマスクをしてるだけで気づかれたりして、あの一件以降引きこもるようになりました。気兼ねなく外に出られたのは最近では春と冬、春は花粉症のふりをして冬はインフルエンザ患者を装って、夏秋は生きづらい毎日でした。看護師、歯科衛生士、薬剤師、マスクをするのが当然の仕事を探してなんとか生き延びておりました。その中でも歯科衛生士は一番やりがいがありました。泣き止まない子供にはマスクを取るんです。すると即座に気絶。口臭のひどいおじいさんにはこれでポクリとさよならさせていただいたこともあります。整形外科の看護師もドキドキしました。嫌な女の患者には先生が見てない隙にちょっとだけお口を私のように大きくさせてもらったこともあります。そんな一見な小さな楽しみを生きがいになんとかやってきましたが、まさか今年こんなことになるとは。ひっそり生き続けてきて本当に良かったと思います。先生、私ずっと夢があったんです。今年こそは叶いそう。私の夢聞いてくださる？私これでもスタイルには自信があるんです。それなのに一度もビーチに行ったことがありません。せっかく買った水着も着れずじまい。ほら、ビキニ姿でマスクは変でしょ。私のお口と同じように小股も切り上がってるのに。でも今年はいけそう。今日は念願のビーチにやってきました。私の計画はビーチをゆっくり髪をかき上げながら歩く。そこにナンパ男がやってくる。ねえねえ、一緒に遊ばない？私は無視して歩いています。ビーチバレーしない？クーラーボックスにお酒冷えてるけど。ナンパ男はあの手この手で私を誘ってくるでしょう。それでも私は相手にしません。すると具を煮やしたナンパ男はこう言うでしょう。お姉さん綺麗だからさ、遊ぼうよ。この瞬間、私の大きな夢が叶いました。このセリフを私待ってたんです。今まで相手に強要してきた私綺麗というセリフ、これを相手の口から言わせたのです。これはもう私の自作自演ではありません。ナンパ男も本心ではなく口先だけでしょうが、口先女を口説く口先男。私はまさにしつこく言い寄られた結果の正当防衛的な心持ちであのルーティーンを繰り広げることができるでしょう。え、私綺麗、これでもう、なんと後ろめたさがない爽快感なのでしょう。早速波打ち際をキョロキョロ流してみます。たくさんの若者がいるのになかなか声をかけてきません。ねえねえお姉さん。振り向くと私ではなく後ろを歩いていた女の子がかけられた声でした。その時私の足元にビーチボールが。拾うと目の前に小さな男の子。おばちゃんありがとう。男の子の言った一言が素直に受け止められず、
聞き直してしまいました。おばちゃん？うん、おばちゃん、ありがとう。子供はもう一度繰り返しました。私はとっさにこう聞いていました。おばちゃん、きれい？子供はびっくりしたように私の顔を覗き込んでから、ちょっと首を斜めにかしげて走り去りました。もし私が再び学校帰りの子供に問いかけるならば、私きれいではなく、おばちゃんきれいなのでしょうか。だいぶ時が過ぎてしまったので、念願の夏のはずが、コロナが40年前に流行っていたら、私がビーチの主役になれたのに。コロナという名前の由来でもあるギラギラする太陽にらみつけ、私は心の中でこう叫びました。口裂け女ではなく、私はもう口裂けおばさんなの。先生、私はもう口裂けおばさんなの。あなた相田光雄さんでしょう。じゃあ正確に言うと口裂けおじさんですね。先生だ。私がおばさんになっても。お薬ね。あなたにはこれがいいかな。誰にだってあるんだよ、人には言えない苦しみが。誰にだってあるんだよ、人には言えない悲しみが。ただ黙っているだけなんだよ、言えば口になるから。三つを先生ったら。次の間三つおさん、一番へお入りください。間三つおさん、一番へお入りください。間さん、間さん、間くん、起きて。あ、静香さん、寝ちゃった。そうだ、改良したロボローにマッサージされてるうちについ眠くなっちゃって。あれ完璧ですよね。そのロボローがいないのよ。え、いないって。私もマッサージされて気持ちよくなって寝ちゃって起きたら姿が見えないの。チップを入れて完璧に改造できたのに。あ、GPS 機能付きのカメラをつけたからパソコンで居場所がわかるはずだ。あ、ロボロー、ほら、静香さん、あそこ。あ、四丁目の交差点。ん？何か表情が怪しい。ガチガチを発見。あれ、何かに近づいてる。あれは山田のおばあちゃん。あ、ロボローがおばあちゃんの腰に手をかざしてる。何するの。ガチガチを愛情。すごい、おばあちゃんの腰がまっすぐ。ガチガチを発見。あ、今度はあの高層マンションの非常階段。あ、ウーバーイーツの配達員に手をかざしてる。39階まであと12階あるわ。ガチガチを排除。すごい、階段を駆け上がってるわ。あ、今度は間三雄病院の前。ガチガチを発見。おばさんか。ガチガチを排除。おばさん最高じゃない。急に楽しくなってきたわ。ねえ、おばさん、きれい？これでも？すごい、本物だ。よし、もういいでしょう。ロボロー、戻って。あれ、ロボロー、戻って。どうしたの？反応しない。ロボロー、ロボロー、このうちは使ってないな。いりません。相田君、どこかの家の前に泊まったわ。このうちはおしまいです。はい。
望もいりません。おしまいです。ねえ、どうなってるの？ロボのキャラクター変わってない？まさか、あのチップのせいか。ロボの！ロボの！何者かによる民家や施設の破壊行為は各地に広がっております。しかし、いずれも空き家や使われていない施設のため、負傷者はいません。破壊された空き家の持ち主にお話を伺います。あのね、あのうち住んでないしね、あの壊すお金もなかったから助かりました、ね、すっきりしたけど、すいません。あと施設を破壊された町の町長です。町長、お心当たりは？いや、ないんですけどね。いや、あそこね、あの維持費ばっかかかってね、使ってなかったからね、助かってきた、すっきりしちゃった。行っちゃったねえ、これ町をマッサージしてるんじゃない？お茶をどうぞ。あ、カフェラテ。ちょっと甘いわね。もっとコーヒー濃くしないと。キャッ、ロボロー。ロボローは変わりました。変わった？やはりあのチップの。ねえ、ちょっと見て。あれ、発電所じゃない？コリの元気を発見。まさか。おしまいです。なってるんだ。ロボローが電気を休ませました。ねえ、どうすればいいの？とりあえず5分間の換気タイムです。です。究極のマッサージロボット、ロボロー。そのロボローを改造した助手、アイダ。このマスターアルゴリズム。そして変貌したロボロー。ロボローに凝りの原因と判断されたものは容赦なく破壊された。電力はソーラー、風力といったクリーンエネルギーしか使えず、化石燃料である火力、原子力の電力停止は生活に大きな混乱をきたした。39回まであと12回か。突然の電力不足に各国は緊急事態宣言を発出。無駄のない With ロボローの生活様式を推奨した。スポーツや劇場公演、イベントも電力制限のため無観客やオンラインでの開催となった。今年のロボットフェアもオンラインか。あ、このロボットなんだろう。ロボローによる被害拡大の影響でスポーツの無観客試合、コンサート、ライブの無観客公演を強いられている現在、画期的なロボットが開発されました。これは観客ロボットです。スポーツやコンサート、演劇、お笑いライブなど、その場に応じた観客として競技場、会場を盛り上げてくれます。なるほど、お客さんのロボットなんだ。これならスポーツもライブも普段通り盛り上がるな。あ、これは野球の観客ロボット。カッターパサッ。プロ野球球団別モード。ヤクルト。おお、背中から傘が出た。ムラガビ。ムラガビ。広島カープ。カープ。あ、カープ女子。ドメシドメシ。オーバーしてないじゃん。取るよ取るよ。アップしていい？アップしていい？野球見てるのかな。阪神。うわ。負けたらあかんで。東だ。お前もう下がれ。東だ。東だ。東だ。そんな選手いたっけ？
ジェット風船。あ、ジェット風船だ。あ、頭に落ちてきた。細かいな。甲子園モード、チアリーダー、公立校、ミッション系私立校。あ、おしゃれになった。公立校、ミッション系私立、公立。これ偏見だろ。サッカーの試合にはサッカーモード。J リーグ、横浜 FC、 鹿島アントラーズ、名古屋グランパス。全然違いが分かんないな。高校サッカー、スタンドのマネージャー、スタンドの恋人、スタンドの母親。これも全部一緒だ。相撲の観客、たまり席でも安全。あ、土俵のすぐそばの席ね。おお、とっとっとっと、おお、力士を軽々。大丈夫か、ミキ。ミキ、座布団だけも片付けいらず。なんだこれ。ミキ、座布団。ミキって誰。なんかちょくちょくわけわからないキャラクター入ってくるな。おお、戻ってきた。ほら、ミキ。誰だよ、ミキって。歌舞伎の観客。おお、始まる始まる始まる。あ、花道から来た、花道から来た、花道。よっ、泣きたや。あんな、ね、後ろが3番目の人、大向こうって、あのおじさん。細かいな。マラソンの応援。ああ、いるいる、沿道で走ってる人。何の看板持ってんの。クラシックコンサート。ああ、寝ちゃってる。お芝居いる？アイドルのライブ？ああ、おたげか。コロナに負けるなさ、コロナに負けるなさ、コロナに負けるなさ。投げ銭たくさんちょうだい、投げ銭たくさんあげる。折りたため折りたため、もっと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 。笑いライブ。はい、どうもどうもだね。笑うの早いよ。いやー、ほんまにロボローで大変ですけどね。ロボローだと。そこ笑うとこじゃないだろう。ギャグの強弱により笑い声のボリュームも自動で調節します。外した場合もマナーモードで温かいリアクション。これきついよ。大道芸、ノーマルモード。見習ってはいけない観客モード。ああ、こういうやつね。見たことある。行こう行こう。ああ、これは最低だな。模範としたい観客モード。はい、折り方の。お、これだよな。もう一回見てみよう。折りたたむ、折りたたむ。何回見てもいいな。でもこのロボット一体いてもしょうがないな。はい、スポーツの場合ですけど、東京ドームで約5万体、新国立競技場で約6万8千体必要となります。いかがでしょうか。結構です。
民の皆様におかれましては With ロボロで無駄のない生活をお願いいたします。東京都は東京アラートを発出いたします。東京アラートを発出いたしますと大切なものが赤く変わりますので皆さんご注意ください。それでは東京アラート発出、都民の皆様一丸となってなんとかこのロボロを乗り越えましょう。克服の夏。ああ久しぶり。やってるよウーバーイーツ。いや本当にさ仕事なくなったね。2月まではさ、まさかこんなことになると思わなかったね。3月からもうパッタリだね。でもありがとう、ウーバーイーツを教えてくれて。うん、助かってる。まあ50過ぎにはちょっときついけどね。うん、でもね、丸の内はさ、結構楽、平坦だから起伏ないし、あと区画も分かりやすいし。たださ、ロボロでさ、あのほらエレベーター止まってんじゃん。39階まで行っちゃったもんないだ。きつかった。うん、あ注文来たかな。また書けるね、また書けるね。はい。お、近くか。お、ここか。あんた、元祖北京飯店。え、元祖北京飯店。え、こんなオフィス街にもあるんだ。学生時代、アパートの近くにあった小汚い中華料理店だ。安くてボリュームがあり、学生にはもってこいの店だった。まさかこんなオフィス街の真ん中にもあるとは。ウーバーイーツのこのリュックが全く似つかわしくない、出前のお金持ちがぴったりな、そんな店なのに。時代か。あー、この中華丼ね。あー、これがね、いいな。お気に入りはこの店の中華丼。450円と格安な上に、注文すると学生かどうか聞かれて、学生だとうずらの卵を2つ乗せてくれる。あれ、うずらの卵2つとちょっと驚いた表情をすると、勉強してるかと少し中国なまりの片言な店主、粋な親父だった。スマホを見る。注文は中華丼。思わずにやついた。すいません、ウーバーイーツです。驚いた、あの店主だ。いや、そんなはずはない。30年近く経っている。さっき思い出したから記憶の引き出しがフラッシュバックしたのか。中華丼を受け取りさらに驚く。プラスチックの丼の真ん中にはラップ越しにうずらの卵が2つ。とっさに顔を上げると、それに気づいたのか店主はこちらに顔を向け、勉強してるかとニコリ。呆然としている俺の背後から懐かしいテレビ番組の音声。振り返ると店のテレビには俺の学生時代に流行っていたバラエティ番組が流れていた。一体どうしたんだ。俺は繰り返し降りかかってくる記憶の断片を何とかかわしながら、ウーバーイーツのリュックに中華丼を入れ、あえて店主を見ずに一礼して店を出た。自転車にまたがりスマホの届け先を確認するとさらなる驚き。高田の馬場、学生時代に住んでいたあの辺だ。スマホまでもがタイムスリップしてしまったのか。苦笑いして顔を上げると、丸の内のオフィス街が一変、懐かしい街並み。マスク姿で若干の距離を保ちながら街を行き交うビジネスマンや OL の代わりに、大声ではしゃぎながら肩を寄せ合うワンレン、ツーブロックといった今はあまり見ない髪型の若者たち。どうなっちゃったんだ。平坦だし五番の目のように地図が分かりやすいからとオフィス街にしたのに、ちょっとしたアップダウンに加え、自転車一台かろうじて通れるかくらいの狭い路地が混在するこの高田の馬場。突然3段くらいの階段に変わる小道もバリアフリーの意識がない30年前の遺産だ。どうしてここに連れてこられたの。次の信号を右です。どこに連れて行かれるの。ここを右です。懐かしい街並みをぐるぐる回っている。
ここを左です。スマホの地図アプリが混乱しているのか、それとも混乱する俺をもてあそんでいるのか、同じところを行ったり来たり。ここを右です。いや、左だろう。そして右だ。俺は気づいていた。行き先はその路地の行き止まりにある古いアパート。俺が行くべきところは30年前に俺が住んでいたあのボロアパートではないのか。目的地に到着しました。2階の右から2番目、204号、あの部屋だ。電気がついている。30年前の俺が住んでいるのか。年中開け放たれている玄関のドアをくぐる。住人の脱ぎっぱなしの靴が散乱している玄関はあの頃のままだ。散らかっている靴をあの頃のように足でどかし靴を脱いだ。スリッパもない廊下を靴下のまま進み、2階への階段を上る。ミシミシ音を立てるのも昔のままだ。階段を上りきり右へ進み、204号室の前に立つ。204号というプレートもなければ表札もない。でもここだ。かすかに見覚えのあるこの古びた木のドア。30年前の記憶の扉。その向こうにはあの頃の俺がいるのか。リュックを下ろし覚悟を決め、俺はドアをノックした。ほどなくドアの向こうで人の動く気配がして、ギーッとドアが開いた。数ブロックの髪を茶髪に染めた30年前の俺が顔を出した。あの頃の俺だ。俺は気に取られ、しばらく昔の俺の顔を見つめた。昔の俺は、は？と今の俺を見つめ返す。今の俺は何と答えていいのかわからなく、あたふたした。はい？と昔の俺にもう一度問いただされ、今の俺は我に返った。ウーバーイーツです。リュックから中華丼を取り出し、昔の俺に渡す。昔の俺はうずらの卵2つを確認したのか、ニヤッとして、ご苦労様です、とドアを閉めた。ドアが閉まるまでに一瞬乱雑な部屋の中が目に飛び込んだ。荷物とゴミの隙間からわずかに顔を出す古い畳の4畳は、あの中を生き抜いてきたんだ、たくましく。俺は若干の郷愁を空のリュックに詰め背負うと、ギシギシきしむ廊下を戻り、階段を降りた。もう一度部屋をノックし、自分の正体を明かそうか、靴を履きながら迷った。30年後にはこんな時代になっていて、仕事もなくなり、50を過ぎてからウーバーイーツをしなければならないから、しっかりとした職に就き、資格もいくつか取り、貯金もちゃんとしておくように、と忠告するべきだろうか。そうだ、それを伝えるために神様がここに連れてきてくれたのではないか。またがりかけた自転車から降り、再び玄関へ向かおうとするが、消えている。玄関の下宿元、そこは丸の内のビルの下。スマホがピコンと反応した。不思議と元祖北京飯店の名前も届け先もない案件に450円の課金といいねがついていた。450円か。あんなボロアパートに住んで金がないのか、なんとか夢と希望だけを頼りに生き抜いていた30年前の自分。今はまさにその30年前と同じ状況に戻ったのかもしれない。いや、同じではない。あのとんがった若さはない。夢と希望も。2ブロックにして茶髪にするか。ただ乗り越えられそうな気がする、この状況を。30年前もあらゆる困難を克服してきたのだから。よし、今日はこれで終わりにしよう。俺はスマホのアプリを切った。俺は自然と高田の馬場へ向けて自転車を漕ぎ出していた。この軽さだ。
俺が歩んできた30年が決して間違っていたとは思えない。むしろ必死でしがみついてきた。ただ頑張れば頑張るほど、もがけばもがくほど自分を固く縛りつけ、身動きができなくなっていたのかもしれない。俺は必死でペダルをこいだ。背負ってきたものを振りほどくかのように。風を感じた。鋼鉄の鎧から解き放たれたように俺の体と心は軽くない。風が心地よく。Wi-Fi が繋がらない。相田くん、スマホが使えなくなってる。本当だ。ロボローがクラウドを休ませました。クラウドってネットの？世界残りの原因がネットだと判断したんでしょう。やはりあのチップのせいか、完全に行き過ぎてる。このままでは。ねえ、どうなっちゃうの？人類滅亡？戻れ戻って戻る。どこに戻るのだ？あ、ロボロ、こちら相田です。ロボロ、いや博士、お願いです。元の世界に戻してください。元の世界？はい、元の世界に戻してほしいなら、世界の凝りがほぐれる方法を考えろ。世界の凝りがほぐれる方法？世界中のみんなで考えろ。世界中のみんなで？特別にお前たちだけのパソコンを起動させる。鬼の形相だ。すいません、じゃあこれから会議を始めたいと思います。世界のコリをほぐす方法、何かありませんか？世界がこうガチガチになってる、そのコリをなんとかほぐしたいんですけど。大統領は何かありませんか？お前の国だ、あのウイルス撒き散らして、え、迷惑だ。いや、あのウイルス、あなたの国の仕業。いや、今日はそういうことじゃなくて、もっと根本的なことだと思うんですよ。ガチガチの原因というか、何かありませんか？氷の頑強は、お前の国が他国の海に入って糧に島作ってるからだ。南シナ海。あなたの国だって他の国の島に基地作ってるよ。島の人みんな嫌がってるよ。あ、普天間基地か。それは同盟だ。心臓、That's right?そうですね。あなたの国、お金払いすぎよ。そうですね。思いやりという名目にしてはちょっと多すぎると思っております。思いやりを。我の国は人の海の魚まで取ってたろ。心臓、That's right? そうですね。ただいまサンマはですね、1匹1200円となっております。ヘイ、アイダ、ロボロを倒すために同じロボットを我が国の技術者も協力して作る。その場合、いつ頃同じモードができる？まあでも、早くても来年ぐらいにはなっちゃうのかなと。来年？はい。え？来年？来年ですか？私はもう辞めておりますけど。どうした？何度あるんですか？あ、来年の話をすれば鬼が笑う。あ、これオンライン会議じゃなくて鬼ライン会議だ。あ、マッサージ。
ぞれの得意なことでコリをほぐせる方法を考えてみたらどうでしょう。例えばあなたの国はお得意のエンターテインメントにマッサージを取り入れるとか。ならば我が国はマッサージをテーマにした巨大エンターテインメント施設を作る。おお、デモミーランドだ、すごい。いや、みんなモミッキーだよ。おお、モミッキーだ、モミだ、モミを見ちゃうよ。あ、シンデレラ城いらっしゃい。シンデレラもいる。いらっしゃい。いつはツボールワールド行こう。いつはツボールワールド。あー、気持ちいい。テモミランド、いいですね。テモミって、意識合ってないですけど。私の国、マッサージの映画作る。私の国、ハリ夢ね。いや、僕はハリーポッターだよ。ほっ、それは我が国の映画のパクリだ。お前の国はパクリばかりだ。この魔法の針で何でもこれをほぐしちゃうよ。あ、ハリーポッター、ここお願い。今行くよ。ほう、えいえい。あ、こりがほぐれてほっこり。じゃあね。あ、ハリーポッター、ここお願い。ほっ、えいえい。あ、ありがとう。じゃあね。あ、なるほど。そんなのいたら苦労しないわよ。それでは我が国としましては、来年開催が危ぶまれている東京オリンピックをマッサージのオリンピックとして開催する方向で検討いたします。東京オリンピック開幕しました。さあ、聖火が東京都民の肩のお灸へ。止まるか、止まるか。あっち、あっち、ちょ、燃えた、燃えた。なかなか止まらないですね。火が大きいのよ。さあ、男子マラソンスタートしました。はい、先頭ランナーがようやく 100m を通過。すでに10分が経過しています。あ、200m でもう一人脱落した。これで42キロ？地獄。さあ、男子も武道決勝。ああ、柔道の柔って字に手辺で桃になってる。紛らわしい。背負いも見決まった。大外から寝技に入った。腕ひしぎ逆十字もみ決まった。東京オリンピックいいですね、静香さん。どこが？よし、よく考えた。登ろう。決していいアイデアとは言えないが、コリの原因は血流が悪くなること。こうやってそれぞれの国が孤立しないでみんなで集まって話し合えば、徐々にコリがほぐれる。続けなさい。なるほど、ロボローの目的はみんなが集まることだったのか。じゃあまた元の世界に戻してくれるの？それには一つ条件が。条件？わしの映画を作る。映画？あ、叩き寝た。これ何、1万円って。大統領、作ってくれますか。あ、ありがとうございます。なんなのこの展開。はあ、マスターアルゴリズムは関係なかったのか。全部博士の予定通りだったとは。世界を一つにしたあなたの功績を認める。ロボロー、あなたを我が国の名誉国民として迎えます。ちょっと待った、あなたの国、ロボローの AI データを盗むのが目的。ロボロー、私の国いいよ。 AI の技術世界一よ。ちょっと待って、お前の国は全部我が国の技術をパクっただろ。あなたの国の会社、私の国に AI の大きな工場を作ってる。私の国世界一。 NO、 世界一は我が国だ。ガチガチを発見、ガチガチを発見。コリの眼鏡を発見。怖い。何？コリ
の眼鏡を発見。氷の眼鏡を発見。氷の眼鏡って人間？氷の眼鏡を排除。お前たちはおしまいです。排除ってロボロが人間をみんな殺しちゃうの？博士はそんな恐ろしいロボットを作ったの？違う、博士じゃない。僕のチップだ。僕のチップが悪かったんだ。はロボロ、いや博士、すいません、僕が間違ってたんです。消すのは僕だけにしてください。排除するのは僕だけにしてください。博士やめてください。みんな逃げて。相田君逃げよ、殺されちゃう。静香さん逃げて。相田君が誰？あなたたちはロボットウェアの完結ロボットたち、みんな相田君を助けて。あなたは私は阪神の応援の子や。ほら相田ファン負けたらあかんで。東だ、お前は鬼や。東だ、ほらお前は鬼や。相田ファン負けたらいかんで。ほら東だ、東だって何？西大阪スチールの東だやないか。東だ、あなたまさか西大阪スチールの東田の件で倒産しちゃった竹下金属の社長がモデルなの？当たり前やないか、今頃聞いた。なんて言ったらいいんだ、展開が。東田、お前もう終わりや。正直者はたまには勝つ。全然わかんないわ、前のシリーズだし。あ、東田。東田じゃなくてロボローでしょ。ロボロー、ジェット風船だ。何よ、頭の上に落ちてきちゃったじゃない。どうりでロボットフェアで変なセリフ入ってると思ったわ。どけ。あなたは？たまり席は貧乏人のせいじゃねえんだよ。やれやれ。たまり席って、あなたは相撲の楽器ロボット？なんだ、ミキじゃねえか。ミキって、まさかあなたのモデル、西大阪スチールの東田なの？当たり前だ。なんなのこれ。やれ。サブトンマサイ、右。くそ、何よ、戻ってきちゃったじゃない。どいてどいてどいて。あなたは歌舞伎の観客ロボット？お久しぶりね。わかったわ、あなたのモデルは金融庁の黒崎でしょ。お利口さんね。ねえ、本当にこれでいいの？あのドラマ見てない人には何にもわかんないじゃない。いいのよ、やらせてよ。ロボロ、ろくなロボットいないじゃない。ロボロ、ロボロじゃないわ。誰かしら、こんな時に。失礼します、あなた誰？ロボロ、おばさん、きれい。これでもビクともしないじゃない。もう入ってこないでよ。もうしょうがないわね。さあ、あなたの出番よ。その時、静香さんの放った一言が意外だった。そしてその一言が僕を救ってくれた。僕はあれがなかったら、自分の改造したロボットによりこの世から本当に消されてしまったのかもしれない。静香さんは、さあ、あなたの出番よと、お茶くみ雑談ロボをロボローのもとへ促した。お茶をどうぞ。ロボローは差し出されたお茶を飲んだ。カフェラテを。コーヒーアレルギーだった博士のようにロボローも激しく震え出した。おそらくロボローに組み込まれた博士のデータをマスターアルゴリズムが過剰に反応したのだと。ロボローは苦しそうに床にうずくまり、カフェラテを吐き出した。その姿はまるで今まで破壊したものすべてに土下座しているような、そんな光景にも思えた。大丈夫？これが本当の掃き掃除。博士の分身であるロボローは、博士自身が作ったロボットたちに助けられた。不器用なロボットたちが
協力して一つのことを取り組んでいる姿を見て、僕は博士の言葉を思い出した。つまずいたっていいじゃないか、ロボットだもの。博士がなぜロボット一体につき一つの機能しかつけなかったかは分かった気がした。僕はロボローの背中に埋め込んだマスターアルゴリズムのチップを取り出した。その瞬間、ロボローはほっとしたような笑みを浮かべた。ロボローにとってはコーヒー以上の異物だったのかもしれない。博士の言う通り、僕には早かったのだ。この博士の研究所に来て10年、僕はひっそりとこのチップを開発し続けてきた。10年間の全てをこのチップにかけた。しかし出来上がったチップは根本的に間違っていた。僕はそのチップを床に叩きつけ、粉々になるまで踏みつけた。静香さんが僕の肩に手をかけて微笑みかけてくれた。あの気の強い静香さんからは考えられないような優しい笑顔で。しかし静香さんの手からは全くぬくもりが感じられなかった。それは体温がない金属のアームだった。まさか静香さんまでも博士の開発したロボットだったと思うに、博士は十分な AI の使い手だったんだろう。もしかしてマスターアルゴリズム以上のチップを開発していたのかもしれない。いつか静香さんから聞いてみよう。僕は静香さんの透き通った瞳に笑顔を向けた。すいません、ウーバーイーツです。あ、ありがとう。はい、中華丼。あ、うずらの卵が2つ。ラッキー。元気つけなきゃ。だってロボローの注文が殺到で寝てないんでしょ。まあすごいわね、ロボロー。あの映画のおかげで大ブレイクじゃない。はい、ロボ山研究所です。はい、歌舞伎の観客ロボですね。掛け声は？はい、受け止まりました。よっ、聖司、小沢、クラシックのコンサート大丈夫なの？お茶をどうぞ。ありがとう。まだミルクが多いわね。え、全然学習できてないじゃない。ロボットだ。相田くん、変わったわね。え、はい。いや、なんでもない。また右肩ガチガチ。ねえ、博士ロボ、肩お願い。3000円です。あんた3000円にしたの？いや、1万円だとちょっと高いかなと思って。いいのよ、1万円で。それはギャグでしょ。1万円で高いって突っ込むんじゃない。3000円じゃ全然笑えないわよ。ふん、でも相田くんもようやく AI に必要なものが分かってきたか。え、 AI に必要なものって？あんたが直したそのロボットに聞いてみれば。 AI に必要なものって何？ AI とは人工知能、アーティフィシャルインテリジェンス、略して AI、 ローマ字読みで AI。 これで安心して私も相田君に直してもらえるわ。この右肩のところ、博士の設計ミスよね。ちょっと座ってください。わっ、静香さんの背中にもコントローラーパネルが。うわっ、コギャルモードになってた。どうりでみつを直してちょうだい。これおばさんも。私が
相田くん、おばさんきれい。なんだこれ、あ、この3つしかついてない。なあ、博士何作ってんだろう。あ、小ギャルでいいやで、小ギャル、はい、ねえ、早くやってよ。はいはいはい、よいしょ。ねえ、変なチップ入れないでね。入れちゃおうか。ちょっとやめてよ。たたたたた、もっと優しくやってよ。はい、できました。え、もう終わったの。1万円だけないで。以上でおしまいです。どうもありがとうございました。